7代目。7代目のチャクラが。父ちゃん。これは影縛りの術。たすき。ナルトのお前に対する扱いを尊重して拘束はしねえ。ただしバカな真似をすんなら話は別だがな。なら全部話してもらおうか。ああ、それであの人が救えんなら。時空間忍術か。クソ、厄介だな。ナルトはどこに連れて行かれたんだ。俺にはわからねえ。そうだ、サスケさんは。サスケさんなら時空間忍術で父ちゃんを探しに行けんだろ。いや、それはできねえ。サスケは任務から里に帰ってきたが、かなりの重傷を負って。幸い医療班の手で命の危機は脱したようだ。そんな怪我を負わせるなんて、敵はカラの奴らなのか。おそらくな。意識がどうしてもこう考えちまう。結局お前はカラの一員で、この葉を潰すために送り込まれたスパイなんじゃねえかってな。差し当たりこの結界内で軟禁ってのが妥当だろう。あんまりだろそんなのよ。ボルトやめろ。いずれ二人とも強力な大つつきとなるだろう。巨大な真珠が育つぞ。この星の命全てを食らい尽くすほどのな。コード、お前は10秒見張れ。ボロはどうした。ここにはいないよ。奴の教団にもいないみたいだけど。では探し出して火影を封じたワンを警備させろ。7代目の義士が光ってる。なんだと。まだ生きている。ボルト、力を貸せ。行くぞお前ら、7代目を助ける。影縛り。行こう、誰とも。おい、カキ。お前、証明すりゃいいんだろ。やってやるよ。